予選の3日目の戦いは早くも前半戦の最後のカードになります。第6レースを迎えます。1号艇は田村貴信、2号艇山本貴之、3号艇白津克也、4号艇山口剛、5号艇深川慎二、6号艇鎌田忠史、以上6名によって争われます。外から動きを見せました5号艇深川慎二、ここまでオール3連隊とリズム上々。その回り込みに対して1号艇の田村がインコースを主張6構え、この一走1日早い勝負の1番ということにもなりそうでありますが、踏ん張りどころです。1号艇の田村宝信、2コースから5号艇の深川がどう迫る、2艇の外3コースに続くのが2号艇地元の山本貴之、昨日はインから押し切りましてリズムアップに成功。3号艇白津がこの外へと続きます。そして4号艇昨日のドリーム組山口剛は5コースの角戦、昨日は少々展開に泣きましたけども、船足ムーズは依然良好でしょうか。アグレッシブな走りが魅力です。4号艇山口、そして6号艇地元の鎌田が大外6コースから迫ります。スローに4艇、ダッシュに2艇、2対2対2のスタイル。インコース2コースはやや深めの起こし位置、内から1番5番2番3番ダッシュ4番6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはインコース1号艇の田村、6コースから6号艇の鎌田、1番この攻防センター4コースからは3号艇白津を伸ばしてくるが、先に回った1号艇の田村、その内側から5号艇4号艇切り込んでバックセッチへ入ります。先頭は陰線こらえたか、1号艇の田村、2番手内をついては4号艇山口、外には5号艇と3号艇、なおスタートは正常でした。2マークへ入って先頭は1号艇こらえました。田村貴信、2番手追走4号艇山口、上位体系1番4番1の体系で、3番手からは5号艇の深川慎二、上位体系1454番手以降2号艇3号艇6号艇となっております。先頭はインコースからこらえ切りました1号艇の田村貴信です。2番手から続きますのは4号艇山口、上位体系は1番4番14体系となっています。そして3番手から続くのが5号艇の深川、4番手以降2号艇3号艇6号艇となります。2周2マークのターンからホームセッチへ戻りまして、先頭は1号艇の田村貴信です。踏ん張りどころ絶好枠の陰線きっちりとものにした1号艇の田村、2番手から追走は4号艇山口、3番手には5号艇の深川、4番手追走が2号艇山本、その内からは3号艇の白津、果敢にトップスタートでしたが6号艇鎌田が最後方になっています。最後のバックが2ボートを運んでいきました。先頭は1号艇の田村貴信です。インコースからこらえ切った1号艇の田村貴信がシリーズ価値ある初勝利、2番手追走4号艇の山口、3番手に5号艇深川、上位体系1番4番5番手、ラストマークの旋回からホーム設置へ戻ります。4番手以降が3号艇2号艇6号艇となりまして、まもなくゴールを迎えます。先頭1番です田村五輪、2着4番山口五輪、3着5番の深川五輪、3番2番五輪、ラスト6番の鎌田五輪。以上尼崎第6レースでした。第6レース着順確定をお知らせいたします。1着1番2着4番3着5番以上でございます。